はい、こんばんは、山城と申します。さあ、方巻徹底調査シリーズ2024第何回、そろそろわからなくなってくる頃なんですけど、今回は、リュートラさんですね。見ていこうということでございますね。方巻リュートラさんということなんですけど、リュートラさんね、この、北中西地域では、山田さんがね、独断と偏見ですけど、スーパー三種と並んでね、デリカ強い系、スーパーマーケットのツートップに挙げるのがね、この地域だと、私の場合、スーパー三種さんとリュートラさんを挙げるよというところで、ホーマキもね、常に力が入ってて、もう早速ね、ちゃんと打ち足が出来上がってましたんでね、チェックをしていこうというわけでございます。その前に、ね、まずね、去年のデータをね、ちらっと見てね、おさらいをしておきましょうかね。この中でいこう。これから。よし。で、去年のデータですけど、こんな感じでした。福月、回線対応巻きとか、ザーッと書いてありますけど、やはりアイテム数ですよね。特徴すべきは20品目、20アイテムもあります。まあ、セットの、パターンとかもあるんですけど、しかも、基本的にはでかいやつ。18センチから20センチのものまで用意してあるっていう。これはエビの多分、尻尾が出てくる分の長さだと思いますけど、20センチというような形でね、かなり大きくね、作ってきてるよと、いう特徴があるよと、いうところでございましたね。で、20品目から。これ、前回調査した中では3番目に多い数字でしたね。一番多かったのが、その、先ほども出てきたスーパーサンシさん。あとは、イオンさんが26品目と思うか。スーパーサンシが確か37アイテムとかっていう、もう、べらんぼうに、ちょっと、べらんぼうな数字を出していたんですけど、その中でいくとね、リュートラさんも、やはり多いところになってくれる。普通に考えたら20アイテムってすごいバラエティですからね。ということでございます。でね、チラシ的にはね、この、4列、表裏1枚だけですから、今、ちらっと見えましたね。そうです。今年もやはりね、しっかりと多いですよ、ということで。今年もこんな感じとなってます。中にもビシッと書いてあるんで、じゃあ、しっかりと見ていきましょう、ということでございますね。なんですかね、特徴としてはね、これ2023が204224に変えるんですけど、特徴的なところあります。ドン。あ、間違えた。間違えた。はい。ギフトラ、これね、ドン。2023、2024、トン。どうでしょう。あ、入り数を分けたんで、今回から、ね、データを、ちょっとあれになってますけど、それ以外のところで見てみると、どうでしょうかね。お気づきでしょうか。下の方でなんかちょろちょろと変わってるところありますけど、金額の数字だけになんかちらっと変わってるところありますけど、よーく見てみると、上、なんとですね、すごい今年頑張った回線系もね、結構頑張ってる。なんとね、価格結構据え置いた。ってことでございます。なんでね、上から見てください。福寿司。これが、いわゆる一般的な恵方巻きに該当するものになるかなということですね。卵、かんぴょう、きゅうり、高野豆腐、椎茸、カニカマ、全部で作ってるんで、これがまあ、恵方巻きに該当するものというふうに扱ってみていこうと思います。これが基準価格571円にしていくということでね。サイズは、これね、何センチっていうかけたはないんですけど、太巻きか中巻きかという、表記があります。あと、細巻きもありますね。ということなんですけど。っていう中で、長さも18センチということでございますね。約18センチということで、やってました。で、いうことで、これ、去年と一緒は頑張ったですね。いやー、すごいですよ。うん、このね、現状だからね、絶対もう同じサイズで、スーパーの場合逆にインストア加工、おそらく、リュートラさんはインストア加工でやるのかなと見込んでるんですけど、こういった場合にはね、巻きの大きさとか、その、糊の大きさの低下があって、それに合わせて作るんで、基本的に大きさの変更がちょっと厳しいんですよね。スーパーの場合。セントラル加工の場合は、もうその工場に合わせた糊を生産するドットを作っちゃうとかね、いうような形もできるんで、細かい、それこそ、だから5ミリ間隔とかでね、いろんなせめぎ合いが行われてたりするわけでございますけど、そこら辺のところはね、しっかりとしてるのがこのあたりというところでございましたところでございましたけども、ただし、ここのところは、そこでも、しっかりと、抑えてきてるな、ということでございます。再生再量巻きも、これね、ちなみに、海鮮大量巻きと、大エビ手巻きと牛ガルフ巻きが表側のところにも書いてありますよっていう、フラッグシップですね、この辺りが。ですけど、これも、海鮮エビ手巻き、大エビ手巻きが2つね、用意したって、エビ天ぷらの、ゆかりが入ってるかどうかのね、有無で分けてあったりとかっていうのがあったりしますけど、海鮮大量巻きは、いわゆる海鮮のフラッグシップですね、これが1059円で設定してあるということで、他にも大エビ天はこれで475円なんですよね。
とね、値段ね、えって間違えたのかなと思いました。これちゃんと太巻きで、この値段になってますね。おー、すごいですよね。牛カルビ巻きもありの。という形でございます。これ2023年見てた。そう、ここら辺は一緒なんですよ。どこまで変わるんだったっけ？ここですね、この金華サバ恵方巻きまでから、ちょっと値上げが入る。金華サバ恵方巻きのあたりが、519から、なんだ？去年519から538ってことなんだよ。19円値上げがあったりだとか、開運セットが、前回税込み700円から今回は税込み702円値上げ。幸福セットが808円から810円に値上げ。あとは、末置き。っていうことで、めちゃくちゃ頑張った。すごい。あ、ちょっと税抜きさんのちょっとしたところら辺ぐらいですよね。2円ですからね。うん。これは頑張りましたね。うん。基本的にその金華サバ、多分これ金華サバが単純に値上げしてる。金華サバの、単価自体が上がっててのどうにもならなかったんだと思いますけど、サバが上がってますからね。うん。ね、いうので上がってますけど、他のところはもうなんと、実はもうほぼ一緒ですよね。うん。で、品目も、特に、変更はなかったんですけど、ですけどね、一つ大きな違いがありました。ずらーっと見ていくと、特徴的なのがずらーっと書いてあるのは、1番がずらーっと書いてあって、18。だんだんね、やっぱ上の方に人気どころになるよっていうのがあって、で、バラエティネとかね、ここら辺ね、ギトロ、ジャンプ、デッカ、79D に、細巻きのね、シーチキンも入れてあってね、お子様の手軽に食べるやつもおいてありますよとかってなってる中でね、あとはセット売りでね、男のやつもありますよ、これなーとハーフでも用意してますよ、と、言ったね、ところがあるんですけど、そんな中でですね、さらに、実は裏メニューがあると。もう一回裏に、表の方に戻ると、裏の裏は表ということでね、表に戻ると、下のところにですね、実はその贅沢巻き的なシリーズからあるんですけど、実はこれが前回2品目だったのが1品目増えてますね。前回と同じく、本マグロの大トロ巻き。ドーンと使ったですね、815円というのと、具材たっぷり海鮮恵方巻きということで、これが1815円だったんですけど、今回はなんと新しく、さらに1品目、トリプリー北海道産ホタテ恵方巻きっていうのが書いてます。これね、ちょっと多分ね、リュートルさんはね、多分ホームページの公開ないかもしれないから、ちょっとこっち読みしようかな。ああ、そうか、はい。こんな感じで、そんどあります。そこのね、こっちとこっちはね、前もあったんですけど、これがね、新しく入ってるやつですね。こんな感じで、ドーンとホタテが入ってるんですよ。あらあらあらということで。これがなんと、1815円ということでございますね。プリプリカルさん、ホタテ恵方巻き。これも1815円。要は、ハイエンドのやつは、3つ同じ価格で揃えてきてるということで、すごくわかりやすいですよね。マーケティングのね、調査をするときに、非常にありがたいです。こうやってしてくれると。本当に嬉しいです。ということなんですけど、見ていくと、さっきのね、海鮮のやつが、海鮮ミックスに、マグロ叩き、本マグロ叩き、エビ、サーモン、卵、キュウリ、オバ、ネギ、バラエティで入ってるのに対して、こっちは、北海道産ホタテ叩き、サーモン叩きにエビ、イカ、トビッコ、卵、キュウリ、オーバーということで、まあ、ホタテをメインに、据えてるっていう感じですよね。ですので、P だから8品目か。はい、ということでございましたよ。いうことでございますね。っていうので、これまた、うまそうだね。この本マグロを頼む、うまそうね。いいなぁ、ということでございますけどね。じゃあこれね、この大阪やつってね、他のところと比べたらどんなところなんですけど、それのね、細かいところは多分後々になりますというのは、まだこれがスーパーマーケット1店舗目なんで、後々のデータ見ていかないと、ちょっと、競合比較っていうのはちょっと難しいと思うんですけど、今のところで見てみるとこんな感じです。1815円という形なので、まあ、金星さんのね、やっぱマルチューさんよりは、美味しくないですけど、でもそんなこと使ってますからね、大きさですからね。すげえなというところだったりするんですよ。1815円の設定になってますよということでございますね。で、本巻き価格は571円ということなので、パッと見てみると、ファミリーマートさんとほぼ一緒、という形なんですね。ファミリーマートさんとほぼ一緒。1円ですもんね。もう、ほぼ一緒ですよね。で、ファミリーマートさんが13センチ、なのに対して、牛トラさんが、4.5 ミリの13センチなので、こっちは、18センチのね、まるっとない、5センチ長くて1円かさ。
1円で5、あの、お寿司5センチですからね。お寿司。太巻き5センチは大きいですよ。太巻き5センチ1円で作れるか絶対作れるわけがない。ってことを考えると、これは牛トラさん、やはりスーパーの、ところをね、引かれてきてるな、ところでございますね。で、さらに最低価格は、これね、前回のデータだとね、確かね、あの、細巻きを入れなかったんですよ。あの、いわゆる、方巻きたる、あのね、もの、その、細巻きをね、ちょいちょいって食べるのはね、これは恵方巻きの食べ方としての、伝統文化を汚す行為である、みたいな感じなんですよね。ですから、細巻きを感動するのは、いかがなものかというような、なんか、物品が、脳内再生に入ったりしたのかなんかで、確かに省いてあったんですけど、今回から一応、お寿司として、アイテムとして入っているものであれば、入れるという形でしたんで、そうすると279円ということで、最低価格も、ツナマヨのね、やつが入ってくるんで、ドーンと安くなってくるという形でございますね。うん。で、アイテム数は、271品目。やはり、今のところ、まず圧倒ですね。まあ、この後は、他のスーパーがね、どれぐらい盛り上げてくるのかって、そのあたりも、注目ですけど、やはりここまで強い。季節販売4。で、10センチ未満は5品目。で、18センチ以上16。これが This is Super Market。これが惣菜。そうだ、まあ、水産かな惣菜部か。牛トラは水産寿司コーナーみたいなのがなくて、確か惣菜部で全部寿司やるはずなんで、デリカの方でね、やるはずなんで、This is、牛トラデリカスが強い。あんだけカツ丼をね、あの、売ってるだけのことはあるぞ、ということでございます。あ、そうね。牛トラといえばもうカツ丼なんでね。やはりカツ丼食わないと始まりませんからね、牛トラは。っていうぐらいにカツ丼めちゃくちゃうまいんでね。おすすめなんですけど、ということでございまして、締め切りは1月29日というふうになってます。結構ギリギリ巻いてますからね。という形でございます。またね、気になる方、データがあったら、あの、リンク、概要欄ね、あの、ぜひ見てください。あったら、リンク貼っときますんで、そういうような感じで。で、一回見てなくても、後から見たときに、もしかしたら追加で、ページが特設、ページが作られるようになってたら、ちょっと後から追加、させてもらえることもありますんで、もしね、そのあたりに情報とかまたあったら、ぜひ、教えてもらったらね、コメント欄とかに入れてもらったら、ありましたよとかで入れてもらったら、こちらまた、差し替えとかもやってきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、やはり、言うたら強そうだね。さあ、他のところ、ああ、最初どうなのかと思ってたら、私は暴風をすごいところに置きましたね。ということなんで、いや、いいか、俺の顔映さない方のか、視聴率、維持率、伸びそうで怖いな。これ、映しといた方がいいよね。はい、映しときます。という形でね、今回はね、締めさせていただきたいと思います。こんにちは、ありがとうございました。明日は、マックスバイオかな。よし。